はい、始めさせていただきます。こんばんは、エールキューブです。こんばんは、本日はイオンモール熊本店よりインスタライブを配信させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速本日も新作をご紹介させていただきます。私たちが着用しているこちらのスウェットをご紹介させていただきます。こちらですね、後ろを向いていただいて、フード付きのスウェットになっております。では前にお願いします。こちらのスウェットサイズが1と2、 LL サイズと 4L サイズの2サイズ展開となっております。カラーがブルーとベージュブラウンの3色展開となっております。結構ゆったりしたデザインで着やすいです。こんなの待ってました。早速今日一日インスタライブを楽しみにお仕事頑張りました。ありがとうございます。お仕事お疲れ様でした。じゃあ着用サイズをお願いします。身長155センチで2号サイズを着用しております。はい、結構ゆったりですね。そうですね、インナーにもカットソーを入れても全然ゆったり着ていただいてますね。そうですね、光沢感はないタイプでちょっと厚めのタイプになっております。一応ポリエステル 88% とコットンが 12% 入ってるスウェットになります。結構肩回りですね、ゆったりめですね、うん、身頃も結構ゆったりしてる感じ、はい。早速ブラウン見てみたいです。ブラウンですね。お持ちいたします。じゃん。こちらブラウンです。こちらですね、ブラウンもすごい秋らしいカラーでいいですよね。今年らしいお色味になっております。こちら3色ですね。どの色がお好みでしょう。どの色もいいですね。そうですね、どの色もおすすめです。彼女が、カラー診断ではブルーベースのウィンターになります。でブルーがやっぱり似合いますね。で私がイエローベースのスプリングになります。まずベージュを着用して中にカーキを入れております。今日も双子コーデ可愛いです。ありがとうございます。スカートにも合わせれますか。そうですね、スカートでも全然 OK です。結構丈の長さもそんなに長すぎないのでスカートを持ってきていただいても OK です。いいですね、買いだって。 ありがとうございます。ブラウン可愛い。ブラウン、はい、こちらですね、ブラウン出た3色。そうです、ライオンの3色。大好きな YouTube を見るのを中断してインスタライブを見に来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。こちらですね、ちょっとこうやっぱりレイアウトで合わせていただくとかっこよくなりますね。ブルー全色素敵ですね、うん、ボーダーレイアウトも可愛いです。はい、こちら店がポイントになっております。今いいですね。お値段は、お値段がですね、こちら、5990円と消費税となっております。いいですね、1枚はちょっと持っていたいです ね。おうち時間にもいいですし、うん、お出かけにもいいと思います。いい、バッチリでございます。ではですね、こちら、続きましてこちらにダウンコートを羽織る、もうアウターが店頭に入ってきています。すいません、少々お待ちください。準備不足です。すいません。はい、はい、ですね、ちょっと待ってください。全色欲しい。ありがとうございます。どの色もなんか捨てがたいですよね。合わせやすいですかね、お色目的にも、うん。お待たせしました。ちょっとキルトのアウターを寒くなったら羽織っていただいても OK になります。こちらですね、彼女にも着替えてきてもらいます。はい、ちょっと色違い着てきます。すごい軽いですよね、このすごい軽いです。着やすい。もう来週あたりから寒くなる予報が結構出てるみたいですので、こういったライトアウターは一着あると間違いないと思います。すごい薄で、はい、彼
かなり裏もないタイプで薄手になってます。イエベですがブルー買っちゃいました。あ、全然いいと思います。はい、ふんわりアウター、去年も同じような形のパーカーが出ていましたが同じような感じですか？生地感が違うように違うと思います。こっちの方が何でしょう、光沢感がない、前回のちょっと光沢感のある生地でストレッチが結構効いてたと思うんですけど、そうですね、今回またちょっと生地感も色味もすごいちょっと違う感じがします。はい、コートはグレーですか？コートは、はい、ライトグレーになります。軽そうです。コートの色は他にもありますか？ございます。色違いを今着用待ちですけど、そうですね、はい、彼女に色違いのこちらの黒を着てきていただいています。今回も危険です。買っちゃうということでしょうか？危険です、危険です。これ薄いんですけど、うん、ダウンが入ってるんですよね？そうです、そうです。で軽くてすごいあったかいです。首周りはパイピングされていて、はい、すごくインナーとしても使っていただいたりとかも、そうですね、コートのインナーにちょっと着ていただくのもありだと思います。こちらですね、軽いの嬉しいですね。そうですね、軽いの嬉しいですよね。一応おサイズが13号、15号、17号の3サイズ展開となっております。一応こちらも光沢のないタイプにはなっております。ちょっと若干画像では光って見えるんですけど、多分光の加減によって、そうですね、実際見ていただくとそこまで光沢感はないタイプです。欲しいものだらけ。ライトグレー素敵です。ありがとうございます。コート下のベージュパーカーの木村さん、もう一回見たい、可愛いです。これですね、はい、はい、よいしょ。ダウン、襟がないっていうのが嬉しいですね。そうですね、こういうパーカーとかを着ても羽織っていただけるので、そうですね、嬉しいですね。こちらですね、いかがでしょう？はい、はい、パーカーおすすめです。え、はい、お待たせしました。お待たせしました。こちらですね、色違いの黒になります。身長155センチの、はい、着用サイズが17号を着用してます。腕周りとかどうですか？結構動きはついてきてくれるので、17号でもゆったりはしてますかね。余裕はちょっとありそうな感じです、うん、ね、かわいい、買います。ありがとうございます。パーカーは張りのある素材ですか？パーカーは張りのある素材、張りのある素材、まあ、そうですね、じゃあすごく柔らかい、柔らかいんですけど、張りっていうほどでもそんなになんかくたっとなりすぎない。そうですね、はい、すごくいい感じだと思います。ですです、うん、ポケットも、はい、ポケットもついてありましたね、はい、結構しっかりめのポケットですね。ちょっと深めの、はい、コートのお値段は、コートのお値段はですね、15,990円と消費税となっております。いいですね、キルティングですが、はい、本当着やすそうですね、うん、着やすいんですよ。で、すっごいあったかいです。薄いのにあったかい、はい、薄いのにあったかい。ボタン可愛いですよね。そして、うん、ボタンっていうのもいいですよね。ですです、ボタンも可愛いです。止めても全然着れますね、はい、うん、長い丈のチュニックの上に着てもおかしくないですか？そうですね、なんか、うん、全然ありだと思います。結構長めですよ。そうですね、お尻もすっぽり隠れてますし、はい、うん、チュニックやワンピースにもいいですね。羽織っていただけるようになっております。実用的なダウンですね。はい、そうです。めっちゃ欲しいですね。コートを入れ替えてきてみてほしいです、うん、色を、はい、色ですね、ちょっとお待ちください。ボタン止めちゃった。ボタン止めちゃったんでしょうね。13です、はい、先ほどは17を着ていましたが、はい、13も入りました。そうですね、結構薄手なので、あ、でも ボタンも止まる、そうですね、閉まりそうです。昨年も似たようなコートを購入しましたが、今年も欲しいです、うん、
コートは欲しくなりますよね毎年、うん、そうですもんね。スカートとコーディネートしてほしいです。スカートとコーディネート後ほど、はい、はい、させていただきます。では次のコーディネートにチェンジで、はい、はい、じゃあちょっと着替えてきます。はい、黒のダウンをちょっと着てみますか。はい、着てみます。よいしょ。長い丈のインナーダウンが欲しかったんです。お、じゃあぴったりですね。なかなかそうですね、インナーダウン短い丈とかが多いですけど、長い丈インナーにも普通にアウターとしても使っていただけるダウンになります。はい、黒もかっこいいですね。黒かっこいいですね。長い丈のインナーダウンなかなかないですよね。ないですよね、うん、黒いい感じです。締まりますね。うん、ワンサイズ下でもいけそうですね。はい、先ほどのスタッフが、うん、普段17号を着ていても13号のサイズも入りましたので、はいはい、全然いいかもですね。黒だと締まりますね。黒だと締まりますね。かっこよ、かっこいいですね。うん、うん、迷う。迷ってください。ですね。いい感じ。かっこいい。おすすめアウターでした。そしてこれの雑貨コーナー。させていただきます。今回はですねストールが入ってきました。こちらのカラーとこちらのカラーの2色展開です。結構毛が入ったストールに、はい、なっております。こちらです。ちょっとつけてみましょうか、はい、ちょっと肌寒い時とか1枚あると便利ですよね。結構あの大判のタイプになっております。待ってました雑貨コーナー。 ありがとうございます。よいしょ。ちょっとつけるだけでもまたそうですね、色味があると可愛いですね。どうでしょう。こちらです。これからもいろいろ出てくるかと思うと危険です。全部欲しくなっちゃう。可愛いチェック、ね、チェック可愛いです。チェック可愛いですよね。はい、結構色味に入れていただくのはおすすめです。そうですね、うん、モノトーンコーデをされる方とかチェックストール入れていただくと、はい、アクセントになってすごくいいですよ。そうですね、秋らしいです。秋らしいですね。ですです。ちょっとあるだけでおしゃれ度もアップします。やった、雑貨チェック雑貨コーナー人気ですね。雑貨コーナー人気ですね。ちょっと明るい色が苦手な方はこちらのシックなお色味で合わせていただくのもおすすめです。こちらですね、また全然違った雰囲気になりますね。かわいい、素敵な差し色になりますね。そうですね、うん、黒です。その合わせ最高。 ありがとうございます。こちら3990円と消費税になっております。ちょっと寒いなっていう時に一つカッ、うん、バッグの中に入れておいてもいいですし、はい、ちょっとこうもう本当に寒い時なんかは首にしっかり巻いていただいてもいいですね。いろんな使い方ができると思います。可愛いです。グレー系が落ち着きます。グレー系そうですね、ストールマニアにはたまりません。また雰囲気が全然違って素敵です。ですね、可愛い。どちらのカラーもお似合いですね。 ありがとうございます。こちらがお好みでしょうか。どちらもやっぱり雰囲気が違ってそれぞれいいですね、はい、ですね。違う、グレーと黄色、オレンジ、赤が入った明るいカラーと2色展開になっております。ストールの季節ですね。そうですね、おしゃれ、モコモコしなそうです。そうですね、うん、結構生地感はあの1枚にするとこれぐらい結構薄い生地感になってます。そうですね、若干透けるかなぐらい。そうですね、ちょっと透ける感じ。おすすめの巻き方他にありますか。おすすめの巻き方ですね、でもやっぱりあの縦ラインを出すってなるともうシンプルに首にさっと巻いていただくのがおすすめです。一番はやっぱりもう似合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 う、ありがとうございます。肩にかけるのが一番おすすめです。軽いの良さそうです。下のデニムも販売されてますか。下のデニムも、はい、販売しています。前回ご紹介したデニムパンツになっています。こちら今履いてるのはグレーで、あとネイビーと2色展開になっております。
小物使いが上手だとおしゃれ上級者に見えますよね。そうですね、通気性も良さそうで大事です。そうですね、確かに襟のないダウンの首周りはこれで決まりですね。あ、間違いないですね、はい、これからどんどんストールもおしゃれなのが入ってくると思います。よいしょ、ではですね、戻ってきてくれました。襟をよいしょ、こちらですね、お待たせしました。お待たせしました。噛んじゃいました。大丈夫ですか。お待たせしました。お待たせしました。はい、新しいコートですね。そうですね、こちらのコートがですね、フェルトチェック柄ダウンコートになります。サイズが1の LL サイズと2の 4L サイズになっております。カラーがベージュとブラックの2色展開です。身長が155センチでサイズは2号サイズを着用してます。横向いていただくと結構もう膝下ぐらいまでの長さですよ ね、 このくらいのロング丈は珍しいので、もう早速入荷して、はい、各店でも人気のようです、はい、コート素敵、柔らかくて着やすい。やばい、前回のに引き続き欲しいものがどんどん足されていく。ありがとうございます。綺麗なピンク似合ってます。綺麗なピンクはカーディガンですね。はい、ちょっと色違い持ってきます。ベーシックなカーディガンなのでちょっとした時に羽織ったりとかでもおすすめです。一応4色あって、ホイールがモカですね。お仕事用とかにも良さそうですね、はい、ライトグリーンですね。ライトグリーン、上品なお色です。ボタンがちょっとゴールドになってるのも素敵ですよね。そうですね、ゴールドになってます。とラック、ね、ラックと着用しているピンクの4色です ね、 ですね。コートの色違いが見たいです。コットンの色違いが少々お待ちください。コートの色違いがベージュになります。可愛いのがありすぎて迷ってしまいます。 ありがとうございます色違いを今もう一人のスタッフが着用しています、はいはい、すごい薄くて軽いですよね。お待たせしました。お待たせしました。いかがでしょう。これすごい軽くてあったかいです。こちらもこれ欲しいです。これね、お問い合わせが多いんですよ。どちらも可愛い。あ、そうなんです、どちらも可愛い。すごい悩みますよね、色ベージュかブラックか悩みますね。どっちも可愛い。ブラックとメージュ迷います。お似合い。ありがとうございます。ありがとうございます。一応私が身長150センチで1のサイズを着用しております。結構私の身長だとロング。そうですね、もうだいぶ足、そうですね、足首ぐらいまで、はい、きます。すごいあったかいです。これも軽くて。コートの裏地はどうなってますか。なしになっております。軽いですね。軽いです。こちらもですね、光沢はないタイプで若干やや厚め、厚い、厚めの素材。若干どういうことだ。見てね。はい、コートっていつも重たい印象がありますけど ね、 ね、すごく 軽く着ていただけます。はい、パーソナルカラーで印象が違うんですね。そうですね、彼女がブルーベースでのウィンターですね、うん、で私がイエローベースのスプリングになっております。真冬でもいけそうな感じですか。そうですね、いけると思うんですけど、どうしてもこう風が吹いたりすると風入ってきそう、なんか通気性がいいのかな、涼しく感じちゃうかな。人によりけいですが、私だったら多分真冬でも来ます。私も来ます、うん、私も来ますってことは着れますかね。
か、やっぱりあのこういったのにちょっとこうストールとかを、まあ、これ柄ですけど無地のものとか合わせていただくと全然真冬でも寒さしのげると思います。そうですね。前にボタンはありますか？ないタイプです。ノーボタン。ノーボタンですね、はい。先週行ったのに今週も店舗に行かなきゃ。待ってます。フリースっぽいですか？そうですね、フリースっぽい素材感ですね。柔らかい感じの。後ろ一回、はい、2人で回ってみましょうか、はい、後ろ姿もう一回、はい、はーい。さすが熊本。あった寒くないからですかね、はい、やはり着ている、着て動いているものを見ると印象が変わって欲しかったものと別のものが欲しくなりました。車通勤だから行けそう、買います。そうですね、車通勤の方はちょっとこう羽織るぐらいだったら全然行けると思います。電車通勤の人とかだとちょっとこう寒いですかね、やっぱりボタンがないと寒いので、自転車の方とかはちょっと丈が長いですかね。そうですね、ね、うん、温暖化してるから十分行けそうですね。それもあるかもしれない。今年は、はい、寒くなるみたいです。あら、髪型も可愛い。髪型も合わせてあるんですか？可愛い。双子髪型可愛いって書いて合わせました。おさらいです。ではですね、はい、中もご紹介は終わってます、ね、はい、カーディガンはご紹介しました、はい、そちらの中を見たいってお声がありました、はい、ありがとうございます。ではですね、早速ご紹介いたします。じゃあちょっと着替えてきます。はい、お願いします。お願いします。こちらです。じゃん。シャツとブラウスとベストニットがセットっていうかドッキングされてるアイテムになっております。はい、セットではありません。ドッキングです。はい、つながってます。一枚で楽ちんで着れますね。はい。こちらブラウス部分はもうあの綿 100% コットン 100% になっております。このお袖が可愛いですよ。うん、ちょっとふんわりしてる感じが今年っぽいですね。また、はい、一応私が身長150センチで、着用サイズが1の LL サイズを着用しております。です。洗えますか？洗えますか？コートの方ですかね、どっちだろう。今着てるのは洗えますね。そうですね、こちらは洗っていただけます。かわいい、はい、楽しそうなスタッフさんたち、熊本に行った際にはぜひお伺いしたい。でぜひ、はい、ぜひお待ちしております。ドッキングは使えますね。欲しい。はい。もう忙しい朝だったり、コーディネートが決まらない日なんかは、ね、これ一つあったら間違いないですね。それにパンツで、はい、スカートでもいいですし、はい。袖部分はボタンになっているので、ここは取り外しが可能になっております。ブラウンが可愛いです。他に色はありますか？ございます。こちら色違いはダークグレーになります。こちらですね、秋見え、可愛いですね。お似合いです。可愛いです。結構ロング丈、まあ、私の身長なので結構ロングに感じますけど、スカートとかワイドパンツに合わせていただいても OK になっております。横はリボンですか？先ほどのストールも合いそう、はい、そうですね、先ほどのストール確かに合いそう。ここはリボンになっております。ああ、まだダウンかロングコートか迷いつつ。かわいい、迷ってください。かわいい。巻いてみましょうか。このパンツはさっきのとは違いますね。デニムですか？そうです。さっきのグレーのですかね、はい、グレーのパンツとはまた別で、伸び伸びのレギンスデニムパンツを履いてます。こちらも店頭にもオンラインにもございます。はい、はい、あ、チェック、いいですね、いいですね、はい、チェックも可愛いですね。イエローベースのスプリングのスタッフですが、はい、すごく映えます。顔つりも明るくなります、はい、ですね。これ可愛い、着やすい色合わせ、グレーのジーンズにも合いますか？グレーのジーンズにもいいと思います。今年っぽくなりますね、多分グレーのジーンズ合わせると。そのストール顔を使える。ぜひぜひ。いや、この薄さがやっぱいいですよね。そうですね、ちょうど使えると思います。さすが秋、お似合いです。イエイエイ。秋バッチリです。こちらですね、グ
グレーに巻いてみます。そうですね、私は結構、はい、あの同色コーデがトレンドでよく見ますけど、ね、L キューブにも同色コーデができるアイテムはたくさん入荷してます。はい、かわいい、素敵、今日も全部欲しいです。ありがとうございます。楽しい、素敵なコーデ欲しい。グレー系もいいですね。いいですね、かわいいです。そちらの組み合わせもかわいいです。ぜひ組み合わせてください。ではグレーを早速着てきてくれました。さっきお伝えしたスカートコーディネートになります。お待たせしました。また全然パンツスタイルと違った雰囲気になりますね。私も買う。今週買い物行ったばっかりの誘惑が。毎週誘惑を。誘惑です。身長が155センチで、はい、2号サイズを着用してます。はい、ですね、袖もゆったりですね。ですね、袖口も全然余裕ですね。はい、かわいいです。はい、後ろ回ってみましょうか。そうですね、はい、お尻がすっぽり膨れます。ボトムは何号サイズですか？ボトムは15号を着てます。はい、こちらはサテンスカートですね。こちらも前々回ぐらいにご紹介したスカートになります。そうですね、ストールつけてみますか、せっかくなので、ね、はい、はい、よいしょ。リラックス感が今っぽい。そうですね、スカートコーデも可愛いですね。あ、可愛い、可愛い。ブルーベースでウィンターのスタッフと、はい、イエローベースでスプリングのスタッフで、やっぱり全然、はい、カラーによって違います、ね、うん、さっきのコートを着てほしいです。さっきのコート、どちらのコートかな。多分チェックのコートですかね。グレー、ダークグレー落ち着いて見えて、ブラウンは明るく見えていいですね。お似合いです。可愛いです。ストールいいですね。それに合わせるとすごく。コートをちょっと着ていただきましょう。これは買うしかないな。チェックのコートを羽織ってみました。結構ガラスカートにも合わせやすいですね。そうです ね、 いいですね。ちょっとじゃあ色違いのコートももう一人のスタッフに着ていただきましょう。このコートは何にでも合います。しました。はい、双子コーデです。パンツスタイルでもスカートスタイルでもどっちでも OK ですね。ブルーベース、なるほど、うんうん、はい、ストールとトップスどっちでも素敵で決められないです。いいですね。やっぱり冬に、秋冬ってチェックいいですよね。欲しくなりますよね、うん、いいですね、はい、着やすい、こちらですね。近所の買い物で羽織ってたらかっこいいぞ。確かに、確かにかっこいいですね。目に留まりますね、うん、おしゃれな振り返っちゃうか。確かに。ね、ネックレスもお揃いですかね。あ、本当だ、ネックレスもお揃いです。こちらです。いい感じです、ね、いい感じです。はい、では続きまして次のコーディネートですかね。次のコーディネートはなかったですかね。なかったです。とりあえずオンラインショップに行ってきます。はい、うん、おしゃれ。はい、はい、ぜひオンラインショップでも店頭でも、はい、はい、後ほどオンラインショップでの見方などもですね、ご案内させていただきますので、はい、では早速あのこのいつもご案内させていただいてます恒例のエコバッグコーナーです。コーナーです、はい、こちら本日はこちらのこちらのコートを、はい、入れてみましょう。うん、おしゃれ、よし、2色買いじゃ。ありがとうございます。2色欲しくなりますよね、この色。
またあの他に着てほしいコーディネートなどありましたら、この後着用いたします、はい、恒例の笑いこれは余裕そうですね。はい、あ、バッチリでございます。こんなコートもエコバッグは入っちゃいます、はい、入っちゃいますもうあのお買い物、どんなお買い物にでも持っていっていただけますね。で今回こちらのエコショッパーなんですけど、オンラインショップでも購入いただけるようになりましたので、こちらもオンラインショップでも店頭でも見てみられてください。こちらお値段が650円と消費税となっております。はい、はい、さっきのキルティングも入れてみて。入れてみます、はい、あとは先週のダウンベストにも合うかな。あ、ダウンベストですね。ちょっと着てきます。はい、ストールもう一度見たいです。ストール、はい、こちら着させていただきますね。さっと畳んで、さっと入れれちゃいます。早いですね、はい、もう慣れちゃってますね4回目は慣れました。バッチリキルティングで入れても全然余裕がありますね。全然余裕ですね、うん、このバッグはやっぱりいいですよ。使いますと、ストール、はい、もう一度ストール見たいです。きれいめ系のお洋服は何か入荷してますか？きれいめ系のお洋服も入荷しています。ブラウスとあとジャケット、そうですね、はい、いろいろ入荷してます。さっきのストールがこちらの赤系のストールと、意外とやっぱりエコバッグの使い方がいろいろありますねそうです、そうです、いろいろあるんですよ。もちろんあの食料品入れていただくのもありなんですけど、小旅行なんかに持って行ってお土産を入れたりですね、ちょっとあの荷物を入れるのもありです。2色目こちらのグレーですね。チェックコートに今のそのストールは合いますか、はい、ちょっと合わせてみましょう。結構高度なテクニックにはなりますけどそうですね、チェックチェック色味を合わせて、そうですね、同系色のトーンで合わせるとちょっとチラ見せぐらいにします。そうですね、こんな感じで、こんな感じありですか、皆さんどうですかどうなんでしょう、見える感じ、後ろ、そうですね、はい、使ってみました。はい、先週のコーデ買いました、ありがとうございます。さすがです、ダウンベストダウンベスト合わせたとこんな感じになります。チェックコートの中にダウン、先ほどのダウンが着れますか、はい、っていうことで、ちょっと着ていただきましょう。お待ちください。少々お待ちください。いいです。チェック同士は思いのほかうるさくならないですねっていう感じで、先ほどのストールとコートの組み合わせ良かったです。皆さんの反響がありました。早速ダウンの上からコートを着ていただいてます。これ2枚あったらもう真冬全然良さそう。今も暑いですよね。着てる。ちょっと今日はですね、今日は暑いけど冬はいいと思います。ちょっとちらっと見えるぐらいですかね。はい、こんな感じです。いかがでしょう。せっかくなんでもう一人のスタッフにも着てもらいましょう。 すごい軽いです。2枚着てても軽い。おお、2枚買わなくちゃあ、いいですって言って、はい、で袖も全然ゴワゴワしない、動きやすい。やっぱり、うん、あの腕周りが動きにくいとどうしてもなんか着るのめんどくさいなって思っちゃいますけど、はい、やっぱり肩周りが動きやすいとパッと羽織りやすくなりますよね、うん、そうですね、いろんなコートの中からそれを選びやすくなりますついついどうしても着やすいのになっちゃいますもんね。特に普段使いするってなったら動きやすいものがいいと思います。調整できるのいいですね。なるほど、こういう着方か。ダメじゃん、2つのも買いたくなるぞこの2つは無敵です。黒買いました、ありがとうございます。東京でも冬越せる、あら、お
東京の寒さでも行けるんですね。そうなんですね。これはまずいぞ。2枚あれば冬越せる、はい、皆さんやっぱ2枚あれば冬越す。黒黒で来てもらいました。今かっこいい。黒黒です。何号サイズ着てますか今。中が17で外身が2号です。外身が2号です。外のチェックコートが2号です ね, ですね。腕の感じとかはどうですか。結構動かしやすいです。回ってみましょうか、はい、せっかくなので、はい、後ろの感じも全然張った感じもなく、そうですね、すっきりですね。いい感じ。いい感じ。2枚の選択肢。今日の配信をもう一回見て復習して店頭に行きます。ぜひお待ちしてます。ぜひ。ありがとうございます。危険だ、ますます危険。やだ、黒の合わせはシックで素敵。そうですね、黒が好きな方とかもいらっしゃると思うの で、ね、シックな組み合わせもいいです。いい、あれ黒セットもいいな。どうですか。いいでしょう、ね、ですね。本当にあったかい。うん、あったかいですね。はい、ではですね、次にご紹介するのは黒大人っぽい。もうダメだ、うん、どっちも買う。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひ。ではこちらのナノシールド抗菌抗ウイルススプレーになっております。こちらですね、見てもらっていいですか、はい、こちらが、ノンアルコールで塩素金属不使用になっております。なのでマスクやお洋服にも使っていただけます。そして消臭効果などもあるタイプになっております。こちらですね、1500円と消費税となっております。こちらは、お店でも販売してまして、試すことも可能になっております。ぜひチェックください。はい、このセットが一つそのコートですね、はい、冬越せますねって、黒黒すごい好みですって。前のインスタを見てお店に行ったらいろいろ買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。一応今日紹介した商品は、はい、この後 IGTV や、明日 YouTube にもアップします、はい、あとは、商品を再度チェックしていただくときにこのようにですね、カタカナで、あ、反射しますね、カタカナでエールキューブと検索していただいて、こちらのですね、エールキューブオフィシャルオンラインストアを押していただくと、このように画面が、変わっていきます。このピンクのマークが目印です。押していただくと今日紹介した商品が細かく載っておりますので、はい、ぜひここで復習していただいて店頭に行っていただいても大丈夫です。はい、お待ちしております。ありがとうございます。ございます。今日も楽しかったです。はい、ありがとうございます。いい夢見れそう。ピンク、ぜひ、よもる熊本の紹介はピンクになっておりますので、はい、ぜひチェックされてください。お願いします。また次回、はい、また見てください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。